はい、こんばんは。えー、っと、4月ですね。こちら、ピンク色の表紙になります。えっと、今月は、えー、っとね、皇室の昇級試験の課題が出ましたので、こちらを書いていこうと思います。えー、っとね、いつもそうなんですけど、えー、必ず、 ちょっとねこれ汚れてますけどこう柔らかいソフト下敷きって呼ばれてるものなんですがこれ今100円ショップでも売ってるかな,なんかホームセンターとかでも売ってるんですけどこれをね1つ持っておくといいと思います私ね埼玉県出身なんですけどあの初射の時以外でもこれをね使わされてました結構あの、うん、みんな使ってると思うんですけどこの辺の子知らない子も結構いるんですよね そうなんですがえっ、ー、といいですよあのおすすめです注意点まず今回12年生からいきましょうかねえっ、ー、とね12年生の4月の課題なのに校庭の「こっていう難しい漢字が出てるんですよこれはねちょっとどうなのかなーって思ったんですが 毎回ね、1年生はこの時期はちょっと苦労するところなんです。もう見たまんま書いてもらうしかないなっていうところなんですけど、まあ1年生で昇級試験を受ける子がもしかしていない、あんまりないのかなっていうのもあるので、そのあたりね、2年生向けなんだなと思ってください。あ2年生習ってんのかなその辺もちょっとよくわかんないですけどね。さて。 少しくらいですかねどうだろうで鉛筆はいつも通りこう丸くしといてくださいあのそうですね私はこれは結構太めなので芯がね芯自体が太いんですけどもっと丸くてもいいかなっていつも思うぐらいですではちょっとこちらね行きますねまず「こう」という字ですけど 辺こちらぎュッときたら右に寄りたいのでこの辺りにこうきてぶつかるところはここですそしてちょっとこう反るようなイメージがいいですねこここういう感じで反るような感じで来て一番下のラインこの辺りにしときましょうそしてここにしっかりぶつけといて真ん中をこう割っていくようなこことここが同じような感じの空き具合がこうね同じになるようにしといて こここの点の点位置見ててくださいいここ結構空いてますすよね少し下ですそして次がこういう感じで切ってくださいそしてこの辺りにこうやって入り込むような感じで,でそして左の払いがこう来たら右ギュッと貼るような感じ いつも左と右、その次も、こちらもこ,こうですね、左があって、右がこうあるんですけど、その時、ここ、少し開けるような感じにしておいて、ここですね、そこからストーンと来たら、その時に、この部分とここ、この木片のこの2画目とここの部分が同じぐらいになるようにしておいてから、右に抜けていきます。 いつも気にしておくのはここのラインをしっかり見ておくことですこことここがだいたい一緒ですよねさ、こういう風にねなってますこの字が難しいのでちょっとその部分漢字のこの辺と作りこちらとねこの左と右のこの漢字とあとここの払いと止めのこの1,2ってなってるこの左と右あと最後のこっちの左と右 こ,この部分が難しいです、ね、はい次はひらがなですがギュッと反るような性質とここ折り返してこの辺りが強い強いですよこの辺はねそうえでもいつもいつもぎゅギューギュー力入れてるわけじゃないのでそうギュッと来たらもうこの辺りはそんなに力入ってないんですよでそういうところをお手本を見ながらねあの濃くなってるところと 薄くなっているところとそういうところをちょっと見てもらうといいかなと思いますはいこう今寝かせるように少しここを内側にキュッと入れてあげないとこれ寝ないので頑張ってこうやって立ったままだとこうこういう字になってしまいますよねこれならないようにしましょう しなやかな感じここにねしなりを少し入れてくださいこういうとこもそうですよまっすぐに見えるけど少しカーブしてますでこちらもこうギュって上がりっぱなしではなくて膨らんで少し下がってるかなまっすぐかなっていうぐらいうん優しい感じでこうで下の方はこうちょっと落ちてるなっていうのがわかるぐらいですね この部分力を徐々に強くしていってるそれでちょっと太さが出てるっていうところですなのであんまり線としてギュッて上がってるわけじゃないなっていうところねわかるといいなと思いますはい、火です火って難しいですよねここキュッと中心線に向かってキュッと持ってきてそこから広がっていきますこうですね かななりあの戻るようなイメージ、この線をこう戻っていくようなイメージで一旦止まってください止まって次行き先をしっかりと見定めてあちらへ行くと思いながらシュッと力を抜いていくような感じこれ入れ替えて構いませんただ学校で習う時っていうのはこれこう切ってこのままーっときといてこう書いてね ってきっと言われると思うのであのこれはあくまでもなんていうかな毛筆の時とかに一旦スーッとしてからこう入れ替えるみたいなそういう作業だと思ってください一旦だからこの辺薄くなってますよね力が抜けてってますそういうふうにするとこの辺りねあの筆で描いた時に綺麗になりますのでね、はい、色は真ん中の線に乗っけるようにキュッときますキュッと これも違う書き方違うっていうかちょっと間違った書き方っていうのはこうになるっていうのがちょっと違いますよね。上上に上がってるわけじゃないっていうのは分かりますかこうこうこうやって,引いて線引いてみるとこう下下がってるけどまたこう上に上がって同じ位置ですよね。ってことはちょっとへこんでるだけってことなのでへこませておいてそこからこちらこちらまっすぐです。 そうだからこのへこんでるっていうこのしなってる線とただ右に上がってるただの棒のようなこの線のこの違いがわかるといいかなそしてこうですね真ん中でちょっと今長かった真ん中で切ってください切れた方がいいですで「か」は真ん中にかからないようにこうですね で、ここは短いですよ。ちょっとだけ短めにしておくこと、あんまり長くしない。ここ、シャーってこう払っちゃう子も中にはいますけど、それはね、ちょっとやめときましょうね。止めるようにします。さあ。ら次に行きますね。ちょっとね、あのー、今回あ、今回っていうか、いつも昇級試験の時は、その課題と、普通の課題もあるので、 チャチャか行きたいんですけど「えーはい、ローと同じです「ルーはキュッと上がってこちらこう斜め下にこうマスいっぱいに使っていいですよこうしといてトントン止まること必ず止まること12年生はあのまだ漢字がね少ないですからひらがなは大きめに書いてもいいかなと思います。はいとはい 同じよようなのがいいっぱい出てきますよこのルームの時もそうですしこの身のところもこうですよねキュッとしておいて左下をいっぱい使ってでここからこうですちょっと上に上がるイメージです上ですねこれこう横に広がらないこと横に広がるとここの隙間の形があまり美しくなくなってしまう。 上にしておいて弓なりにこうちょっと下がってくるかなっていう感じですこれねそうそこからあんまり上にガーンって出ないで結構近い位置ですこんな感じですねそう、えー、運は真ん中からギュッこの下 使ってくださいねこう大きくここの長さでだいたいほら地の大きさっていうのが決まってきますので横の幅も縦の幅もだからここギリギリまで使ったらこう戻るようにしてるけど少しこうこうカーブしてるんですよねだから途中まではこの線の上乗っかってるけどここから別別の道を行きますここからこうきて下のラインここ見てくださいねここを合わせるようにしておいてそのままですこう遠くへ行くように。 でここ広くね開けることですそういつも下のラインこう足がこう2本ちゃんとこう揃ってるようなイメージがいいですはい「な」は少し難しく感じるかもしれない3個のパーツに分かれてますよねギュッギュッてきますけどその時ここどこ通ってるかなっていうところをまずチェックしますこちら側は あまり出てなくていいってことですこうギュッと右上がりに横の線は右上がりにこうきますよねそこから近い位置でここ上に上がるだけでいいと思ってくださいここから頑張って真ん中と思ってこっちに来ないようにこっちに来てしまうとこう斜めに引くとこうなっちゃうんですよ左が出なくなっちゃう左をたくさん出してあげたいので一画目描いたらすぐ上に上がるように そしてこちらに持ってくればそうするとこう斜めのラインね綺麗に出ますねでこれができればあとはなんとなく三角形みたいなのがこうなってればいいですね位置的にはそう位置はこの位置でいいですそして点の打ち方はこうふわっとさせることこうねキュってこうならないでくださいあ見えますかねこうやってあんまりこうへこまないようにふわっとさせて でそしてこの跳ねたところからこう置きといてこう内側に曲がっていきますここね分かりやすいように今一旦離してますけどこれそのままつなげていいですよこうしといて止まったらこうこれもちょっと上に上がるようなイメージにしておいてそこからこうですはい「脳ですね「脳は いいつも始まりの位置どこかなってて確認してください真ん中の線に乗っかってて横にももしこう線があるとするならその中心線よりは少し上側でこういうこの位置でこうなりますよねでこういうラインで丸く持ってきますさっき運のところで言ったようにこここの大体この1画目のこの部分で決まってしまうのはこの縦の 高さと横の幅もまあだいたいね、これで決まっちゃいますよね。だってのがこう横長だったら変じゃないですか。こここう置いたらこう切ってここで下のラインはここに揃うなっていうのがわかるし、上の位置っていうのはもうここにぶつかるように来るんだからもうここだっていうのがわかりますよね。そしたらここからこう上がってここまで上がってしまえば。 こっち行き先見えるんですよもうこのままここを通過するように丸く持ってくればいいだけそれで真ん中の線よりシャーッと出ていかないようにこの辺で切ってあげればいいだけそうするともう通る道が大体分かりますよねとこの辺りですとでその時に、えー、こう来て止まりますよね止まったところはやっぱ強いわけですからギュッて止まって。 ここでもスッて上がったらまたここでギュッて止まってでふーっといってこの辺りがよ弱く感じてれるといいなと思いますあの力の強さっていうかこう太さのあるもので描いた時ってどこかこう丸く描いた時ってどこか必ずこう細い部分出る出るわけじゃないですかそれがちょうどここなんですよ そういうふうに太いところと細いところがあのね鉛筆であっても出るといいですこれ今すごくよく出たので分かりやすいですよねここが太くなってますよねだからねそういうのもあって少し太めの鉛筆を転がしながらこう縦縦でこうやって使うんじゃなくてこういうふうにして使ってあげるとこうやって回しながらねそうすると こういうところすごくきれいに線がね出ます形はもちろんなんですけど線っていうのがすごく大事ですねこういうところができるとこれペンでも生きてくるところではあるのでまあ12年生の動画なんですけどねこれねあの大人が聞いてもいいぐらいな感じですかねさあそ,そしてこの点の打ち方はちょっとこういうふうにここが こうやってへこんでる点の打ち方あのひらがなの点ねこっちの向きもあればさっき「な」の時みたいに、ね、こうふわっとさせるような点もあります絵はこれギュッとさせて締めといてこちらからギュッと上げていく絵ってねそう綺麗ですよねここを押しといてここの時はほらちょっと薄く見えるぐらいですよねこうサッときてでまたグッと上がって こうですあんまり落ちすぎないようにしましょう。えー、が」ですさっき「か」が出てきたのでちょっと復習ですねあともうみんな出てきたかな?「ひ」が何回も出てきますね。 とよく見られるところだと思いますよ。中心がこっっち側なんだって。ここの止まるところは中心線の上ではないっていうところを頭に入れておきましょうこうですねそしてスッときてこんな感じでてんてん木は同じぐらいの長さって思ってもいいんですけど少し下が短いんですよで真ん中を貫くようにしといてここのくねっと とくるような感じがしっかりできると大きさがね結構たっぷり取れるのでそのあたりポイントですかねあとは「あ」が少し難しいですかキュッと上がりますしなりながら上がりますそして右寄りからこうお腹出るようにしてもう一度戻るような感じでそうですねここはこことここが こうううような感じ高さとしてはこういういうにここはくにゃっとしないでまっすぐ直線と思って気にするのはだいたいこことこの部分が同じだなって今の状態で同じ位置だな高さだなっていうのを確認してから上がって少しですこのぐらいでここに隙間が欲しいですよね この隙間を作るようにここからこういうふうに回ればいいわけですよ。そしてのの時と一緒で真ん中より出ないような感じで切ってあげると思えばこうできますよね。だから勢いであんまり書かないことです。どこ通ろうかなーって結構こよーく見てこの辺りほらまたこの辺りちゃんと太くなりましたね。さあ、これですね。 うです。うは、こうして、下から上に上がって、なるべく縦長にしたい。ストーン。これも、こう、なるべく真ん中で、こう、切れるような感じがいいです。で苦闘点ね、まあの、ある場合は忘れないようにしてください。えー、しょー。どうしようか。学年間違いは、 あどうだろうな新学期だからみんな進級した方を書くんですよ2にしときましょうかねそうえー、っとそうだなこれはそう学年さえ間違えなければ大丈夫でしょうあと校庭の子難しいですけどあのー、目いっぱい大きく書けば大丈夫だと思います、えー、だいたい1年生だった子が2年生のやつをねやって ますねえっ、ー、と幼稚園生で1年生になった子っていうのはそうそういないので、はい、大丈夫かと思うんですがよく見ながらねやってくださいはい。では頑張りましょう。